キムコッピは韓国の女優。キムコッピと表記されることもある。コッピの音説は花と雨を意味する。1985年11月24日、軽喜道、富川市で生まれた。捜査高校卒業、明大学校、四国博学士号取得。小学校の時からフランスの劇団と一緒に世界演劇祭の舞台に立った。2001年に、 映画、図士父一体で多くの女子高生エキストラの一人として出演し、2002年に、ネタミは、私の力で本格的にデビューした。2006年、三冊劇場で、少女、商談役を引き受け、2008年の、息もできないで不遇な家庭生活に傷を経験するが、屈せず、勝ち抜こうとする女子高生、恋姫役で2009年に、様々な映画賞を受賞した。 2011年、不山国際映画祭のレッドカーペット、イベント中、ドレスの上に、関心重工業の作業服を着て、労働者の整理解雇撤回を要求する、でも押し、海軍基地で葛藤を生じた、チェジコウナギサムラを応援するフレーズが書かれた黒い布をまとい、見ていた人々を驚かせた。2013年、常本拓招き監督、創白者エーペイル・ウーマンで、おしなり修吾と共演。 同年、朝倉か、陽子監督、クソ素晴らしい、この世界に主演する。ありがとうございます。